国鉄脇5000系貨車とは、日本国有鉄道が1965年から製作した30トン席の貨車である。プレス加工鋼板を用いた近代的な車体構造を採用する大型有害車で、1965年から1969年にかけて1515両15が製作された。従前より、小口貨物や根菜貨物を主とする。 特急貨物列車に使用してきた脇一系、脇線系の後継となる形式で、1965年10月の国鉄ダイヤ改正から、混載貨物を主とする特急貨物列車で使用を開始した。本節では、前期型量産車の使用について記述し、製作時期により異なる箇所については、後説にて記述する。積載荷重30トンのパレット2役対応2軸。 ボギー有害者で先に製作された高速化車脇1万系の車体構造を基本として量産化したものである。本形式では台車重量が軽減され、車体重量を制約する要素が減少したことから、側扉にはプレス加工された普通庫を用いている。次長は脇1万型とほぼ同一の22トンである。車体は外部構造を普通構成とし、 側面の構え体べてを4分割の引き戸とした総開き構造である。側面の室内側にはつまがまの吹き寄せ部に、隅柱を、側扉の愛い位置には屋根を支える側柱を設け、側面すべてが開口部となる車体構造であることから、大枠は重量中央部の高さを増した漁服構造として強度を確保している。屋根は室内側に、 たルキとハードボード製天井板を設けた丸屋根である。側面の鴨モ部には雨どいを設け、後年製作の車両ではつまの向かって左側に一本の縦どいを追設した。外部図書は側扉を含めた車体全体を扉にご号としている。室内は6本1組の脱着可能なパイプを左右の側柱に渡した中敷切りにより4つの区画に仕切ることができる。 仕切りパイプを外して、側柱最上段に収納することで、パレットを用いない、一般貨物の積載にも対応している。床板は 4.5mm 厚の後半である。床面積は35.6から35.9平方メートルで、1100mm 角の T11 系、平らパレットを24枚積載できる。t r 回台車 t r バイト型の、 基礎ブレーキ装置を片押し式に改造したモノ台車は時速 85km 系の TR63 バイト型で地規5000系量産車の TR63 型を本形式の使用条件に適合させたものである枕バネは二重コイルバネで左右1体のオイルダンパとともに枕張りを介して車体を弾性支持するつなぎ針で左右を結合した 後半溶接構造の台車がワーク、コロ軸受けを用い防振ゴムで、男性支持された軸箱装置、中鉄製リンゴを用いた量、打機式の基礎ブレーキ装置など、基本構造は地キ5線形系のものと共通であるが、本形式では大枠中量の漁服形状部が、台車の基礎ブレーキ装置と干渉するため、基礎ブレーキ装置のブレーキ横張りを台車新皿寄りに移設している。 ブレーキ装置は制御弁に A 動作弁を採用し、赤車時と空車時とでブレーキ力を2段階に切り替えする、赤空切り替え機能を搭載する。これは、地キ5000系古機5500型と同一のもので、初期の車両では、赤空切り替えを手動式としたが、後年の車両では手自の赤空自動切り替え機能が、付加された。留置ブレーキは、両側の側面に足踏み式のブレーキテコを設けるが、 1> 脇一万軽量三車と異なり車両端部に設置される。最高速度は時速8 5トルである。連結機は国鉄の客車、貨車に汎用的に用いられる波形自動連結機で、干渉機はゴム式である。1965年に百両が川崎車両、富士車両、何和後期、日立製作所にて製作された。 車体構造を脇一万系試作者の仕様に準拠して製作した区分で屋根は天井板を併設する丸屋根、つま面の縦取りは装備しない。普通構成の側扉には株両端に開閉用の戸車を設ける。大枠の中両魚腹部には縦補強を片側6本設ける。ブレーキ装置は地域5000系の仕様に準拠し、 A 動作弁と UC 型作動シリンダ等を用いた ASD 方式を装備する。赤車時と空車時とで作動シリンダへの圧縮空気流入経路を切り替え、シリンダーの有効断面積を変えることで、ブレーキ力の切り替えを行う方式で、切り替えは H ドラ切り替え弁の手動操作による。留置ブレーキは片側のみの側面に足踏み式のブレーキテコを設ける。これらのブレーキ装置は、 本区分特有の仕様であり、後年に量産車と同一の、赤空自動切り替え方式、ーチブレーキ両側装備に改造されている。1965年から1966年に235両が、日本車両製造、輸送機工業、川崎車用、富士車用、にわ工機にて製作された。車体の基本構成は先行量産車と同一であるが、工場をとして、 屋根の材質を対抗性高張力鋼に変更している。側扉は戸車の位置を中央寄りに移設し、雨戸井は妻面向かって左側に縦戸井を一本追設した。大枠は重量魚腹部の縦補強を片側二組に削減した。ブレーキ装置は赤空切り替えを自動化した。これは大車枕羽根のたわみ量を検知する荷重検知器を用いて、 P 切り替え弁を制御し、作動シリンダーの圧縮空気流入経路を切り替えする方式である。留置ブレーキは増設され、側面の両側に設置する。連結器は本体の強度を向上し、干渉機の容量を拡大している。台車は形式の変更はないが、走行性能向上のため、枕羽根の特性を変更している。1965年に80両が川崎車用。 富士車用、何は後期にて製作された、量産車の台車のみを TR63D 型台車に変更した区分である。新幹線電車の使用済み車軸を検査の上で再使用したもので、車軸の体系化に対応した大型の軸受けを用いる、必要から、台車側枠の軸、箱盛り部の形状を変更している。台車以外の各部仕様は量産車と同一である。 1966年から1968年に817両が、川崎車両、富士車両、何わ後期、日本車両製造、輸送機工業、汽車製造にて製作された。屋根をプレス加工工班に変更し、天井板を廃して断熱材を直接吹き付けする工法が採用された。軽量化と製作工数低減のための設計変更で、 屋根形状は前期形の丸屋根から中央部が高い角屋根に変更された。床面積は前期形と同一であるが、内容積は89.6立方メートルに拡大した。これは同時期に製作された脇一万型と同一の変更である。台車、ブレーキ装置の仕様は前期型量産車と同一である。TR211 系台車 TR220。 型は本形式の側両両端に、張り出し部を設けたもの1969年に3両が、汽車製造にて製作された TR63 系台車の基礎ブレーキ装置で、顕在化した、主事の問題解決を起とし、試作台車の TR220 型を装備して、落成した区分である。これは、補機2200系発波車で量産化された時速 85km 系。 台車 TR-211 系の基礎ブレーキ装置を、両、抱き式、中鉄製輪子仕様に変更したもので、後半溶接組み立てによる、休憩状の台車側両、密封系コロ軸受け、軸、箱盛りを廃して修道部をなくした、クラン内式の軸箱指示方式などは、TR-211 型と共通の仕様であるが、セーリン後を操作する張り出し部が、台車側枠に追加されている。 台車以外の使用は、後期計量産車と同一である。台車は、後年に、一般の TR211 系に交換されている。脇記録1416,969年に330両が、汽車製造、日本車両製造、輸送機工業、川崎重工業、富士車両、にわ後期、三菱重工業にて製作された。 ブレーキ装置の比較試験結果に準拠し、台車とブレーキ装置に大規模な変更がなされた区分である。台車は TR216A 型に変更された。これは TR211 系の枕針をタイマレジンを用いた前側受け指示方式に変更し、オイルダンパは台車側枠の取付座を突出させた斜め取付として上下方向のみならず、 左右方向の車体振動や打行動の抑制を起としたもので、基礎ブレーキ装置は比較試験で性能が実証されたレジン製電子対応の片押し式である。ブレーキ装置は赤空切り替え機構の設計変更がなされ、アースド方式が採用された。これは従来用いられた作動シリンダーを配置、荷重検知器と中継米を用いて、ブレーキシリンダーへの圧縮空気流量を直接、 制御する方式で、ブレーキシリンダは、作動機能を持たない、単圧式のゴム製ダイヤフラムに変更された。車体は、後期計量産車と同一の仕様であるが、最終制作分の280両では、側扉が改良され、戸車をテフロン樹脂製に変更し、摩耗した戸車の在巣型交換を可能とする点検口が追加されたほか、引き土壌を、 強度向上型に変更している。TR63 型台車の基礎ブレーキ装置は、中鉄製の製輪子で車輪の両側を制動する、両、打機式が採用され、ブレーキ引き棒の調整は、ネジ式であった。この機構は、構成部品が多く、各部品連結部の摩擦増大による、ブレーキ操作の軌道性低下、運用中の振動が、金属疲労を加増し部品の破壊を弱気するなどの、 欠点が、顕在化した。この欠点を解消するため、ブレーキ装置の回収が、起とされ、本形式で TR220K 台車、古機5500型で TR211A 型台車が使用された。使用の結果、摩擦係数の高いレジン性成臨し、部品点数削減のための、型押し、式基礎ブレーキ装置の基本性能が実証され、 以降の製作車両にはこれら新仕様の基礎ブレーキ装置を用いた TR-216A 型台車が採用された。従前より使用してきた TR-63 系台車についても、この使用結果に基づき基礎ブレーキ装置の改造が実施された。同系台車を装備する前車を対象とし、従来の基礎ブレーキ装置を型押し、式、レジン製臨死対応のものに更新する内容で、 台車側枠は不要となる外側の製林子総下部を切断している。改造後の台車形式は TR63 回形 TR63DF 型に変更された。物資別適合化車の一種でホンダ技研工業鈴鹿工場からのオートバイ出荷用に名古屋鉄道管理局がヤマハ発動機からのオートバイ出荷用に静岡鉄道管理局が それぞれ脇五千系の改造を行っていた。名古屋鉄道管理局のものは、1966年に、名古屋工場でまず脇千八8 6を改造し、その結果を受けて1967年3月に、さらに脇五千脇五脇三脇五千3脇十1 8 1脇百1 8 4脇五千2 0 6脇五千2 0 9の合計12両が、同じく、名古屋工場で改造された。 改造内容はオートバイを2段に積載できるようにするため床からの高さ1160ミリの位置に中間床を設けたものである。これにより 50cc または 65cc のバイクを上下段それぞれ56台ずつ合計112台積載できるようになっている。近平方式も独自のものが工夫された。破損を防ぐために取っ放し禁止扱いとされた。 工場に近い傘登る駅常備として、博多港駅、長町駅への輸送が行われていた。1972年1973年の、両年に7両が脇7000型へ再改造されている。静岡鉄道管理局のものは脇5210を改造したもので、同じく、名古屋工場で1967年に改造を行った、中間床を設置する点は同じである。 近平方式は、名古屋鉄道管理局とは異なる方式を採用し、実際に、博多港駅まで輸送する試験を行ったが、こちらは、実際には採用されなかった。静岡鉄道管理局ではこの後、ワム8万系の改造で、オートバイ輸送を行っている。上述した名古屋鉄道管理局改造の脇5000、系のうち、脇5000、脇5 0 0 1脇50003、 脇5181、脇5184、脇5206、脇5207は1972年1973年の両年で名古屋工場で再改造し、形式を区分して脇7000型となっている。1972年中に改造されたものも、実際に形式が区分されたのは1973年からで、ある。 番号は、脇7000脇7006である。改造元のオートバイ輸送用脇5000型では、中間床が固定されているためにオートバイを輸送した、キロに他の貨物を積載する目的に使いづらいことと、狭い車内で、オートバイの固定作業を行わなければならないという欠点があった。このため、中間床は撤去され、代わりに、パレットにオートバイを固定した上で、 車内の棚受けに乗せる構造とした。パレットは上下段とも8枚ずつ搭載し、1枚に7台のオートバイを積載して、改造前と同じく1両あたり112台のオートバイを搭載できる。改造前と同じように、傘のボル駅常備で主に、博多港駅への輸送に用いられた。しかし国鉄の貨物輸送の運賃制度がこうした、完成品輸送にはあり高になってしまうことなどから、 結局昭和50年代には輸送が打ち切られた。1981年に名古屋工場で復元改造を受けて脇5000型に戻され、元のラストナンバーに続けて脇6515脇6521となっている。新聞印刷などに用いるロール紙輸送に専用するため室内の改装を施した車両である後期型を対象とし、 1985年から国鉄の各工場で325両が改造され、北海道本州間の専用列車に用いられた。改造は床面の強化と室内突起物の撤去が主で、床板は 25mm 厚のアピトン材に変更された。改造車は車両番号を原番号プラス3万の不番基準で変更し、3万5000番台として区別した。 台車、ブレーキ装置の変更はない。1987年の国鉄分割民営化では、北海道旅客鉄道に1両、西日本旅客鉄道に2両、日本貨物鉄道2300両の、軽線3 0 3両が承継された。JR 北海道の脇5233、救援車代用として使用される JR 貨物では、 混載貨物や紙輸送を主とする専用貨物列車に引き続き本形式を使用し、1988年3月の青函トンネル開通以後は津軽海峡線を経由して本州北海道を直通する運用が設定された。苫小牧から首都圏関西圏まで運用され、袋は雑貨類を積載し、札幌貨物ターミナル駅まで運用された。 本形式アワム八万型を用いた車扱い専用列車は、袋はごく少量の雑貨類を積載するのみで、大半を空車で変装する運用実態が状態化しており、輸送効率や車両経年の検知から早期の解消が起とされた。本州北海道系統の紙輸送列車については、コンテナ化の方針が決定され、多様なに姿の雑貨類積載を考慮して、側面を 総開き構造とした 30A 型コンテナが1990年に開発された。1991年3月には、首都圏方面の列車がコンテナ化され、関西圏方面の列車も1993年にコンテナ化され、本形式による北海道方面の車扱い輸送が終了している。最後まで残存した北越製紙向けの焼け島。 隅田川間の専用貨物列車は1997年8月までにワム8万型に置け変えられ、本形式は事実上用途を創出した。翌1998年3月までに在籍者は8両にまで減少し、最後まで残存した3両が2002年3月に廃車され、JR 貨物所属者は消滅した。旅客2車承継の3両はいずれも事業用。 車代用のもので、JR 北海道では、函館運輸所に一両、JR 西日本では、岡山電車区に一両、広島支社に一両を配置した。広島支社配置の一両は1991年3月に、岡山電車区配置の車両は2009年5月に、それぞれ廃車され、最後まで残存した函館運輸所配置の一両が2018年6月30日付で、廃車され、 形式消滅した。脇824秩父鉄道の脇800型は、1968年に55両が、日本車両製造等で製造された、国鉄脇5000系の同系車である。袋詰めセメント輸送用として、荷重は31トンであった。国鉄直通認可を受け、東武鉄道東上線の海田橋駅、伊勢崎線の成平橋駅、 上新電鉄上新線の南高崎駅まで等の運用に1 9 8 8年まで使用された。車体は脇5000系の後期製造車に相当するが、台車はベッテンドルフ式一体中高台車の TR209 バイトで異なっていた。図色も黒一色であった。運用終了後は脇824が三部口駅併設の秩父鉄道車両公園に保存されている。 国内での実績が評価されたことから、1906、車体構造や台車は脇5000型と同一だが、連結機や制動装置は南アフリカ国鉄の基準に合わせた設計となっている。ありがとうございます。